はいどうも、イーズログです。今日は、地方移住にコロナが与える影響と、空き家バンクの利用ですねについて、話していきたいと思います。まあそんなに長いことはないので、まず、空き家バンクを使うときに、空き家バンクで、物件買うには、まあ結構これからまあ無料の空き家とかがバコバコ出てきているんで、まあそれをちょっと狙っていこうかなと思ってるんだけれども、これ一つだけ言えることがあって、もし空き家の物件を内覧に行くのであれば、もうそれは買う前提で行った方がいいということですね。まあさっき最初に言った通り、コロナの影響がかなり地方移住に関して影響は絶対に与えるっていうことは、もう僕の中で断言ができる体験になりました。でなんてかって言ったら、先週ですね、ちょっと買おうと思ってた大分の空き家を内覧しに行こうと、まあ、言ったんですけども、まあ、なんと内覧前に、交渉を入りたいっていう人が寸出のところで現れて、僕の内覧が取り消しになりました。なので、まあ、大分のね、大学の先輩のところで、まあそうだね、まあ、ちょっと遊んで、あと家一番の物件を帰りに広島で見ては来たんだけれども、まあ、ちょっと広島の物件はないかなって感じで、まあ、あとは理想は今大分の内覧っていうか交渉に入っちゃった物件がキャンセルになるのが、まあ、僕の一番の理想なんだけれども、そうとも言ってらんないような気配なんで、まあ、動きます。まあ、一応話は戻して、じゃあ空き家バンクで物件を買うときに一番気をつけなくちゃいけないことっていうのは、納税証明書をもう持ってっちゃってください。はい、納税証明書をもう内覧が終わったら、こちらは交渉入りますって自治体のその空き家のね、内覧を空き家の案内してくれた人にも渡してきちゃっていいです。なんでかって言ったら、僕が内覧断れた時に交渉に必要な書類をもう速達でね、送ってきちゃった人がいたんですよねっていうのを言ってました。で、これは6月じゃないか、5月の最終週だったかな。まあその時に、まあまだコロナの規制が、緊急事態宣言がまだ解除を、まあ都道府県別にね、解除されていくみたいな時だったんだけれども、やっぱり空き家バンクの内覧っていうのを、特に僕は今は東京にいるし、まあ出身埼玉だし、で、そっち関東圏のね、一番被害がひどいところの人は、まあ来るなと。まあ結構、まあ悪く言えばバイキン扱いだよね、コロナ菌扱いかっていうくらい断られましたね。まあしょうがないっちゃしょうがないよね。なので、やっぱり緊急事態宣言が解除されてから、わっとね、空き家バンクの内覧が増えてるし、もう交渉がもう入ってきてます。で、その理由として、空き家バンクの内覧を断ったのが、2月とか3月だそうです、大分の場合には。なので、緊急事態宣言で他県との移動をもう自粛っていう、表向きは形だけれども、まあ、断ってたっていう時はあったんで、その時にもう内覧したいっていう予約がもうたまりに積もりに積もっている状態だそうです。で、その中でも内覧した人が交渉に必要な書類をもうバビッと揃えて、もう速達で送ってるんだそうですね。で、あとは緊急事態宣言の解除を待って、もう速攻来たっていう感じです。なので、空き家バンクを使って物件を見るとか、内覧をするイコールもう買うつもりで行った方がいいってことですね。で、空き家バンクで物件買うんだったら、まずは、緊急事態じゃねえや、納税証明書を持ってってください。で、納税証明はいくつかあるんですけど、重量税とか、県民税って言わないか。まあ、僕は市なので市民税、まあ、住民税、健康国民保険税、それらの滞納がないっていう証明、4つの証明が1つでできるやつをもう持ってった方がいいですね。で、これは有効期間が3ヶ月なので、もう3ヶ月以内に、まあ、物件は買った方がいいっていうことですね。はい。だからもう一歩遅くて、で、それでもう大分の物件はもう今、まあ、交渉中だったから、まあまあ売れただろうね。うん。20万だったし、20万にしてはめちゃくちゃ良すぎる物件だったし、
まあ、なんだろう、手放したいっていう人の理由次第だけれども、なんか早く売りたい、まあ、要は相続したくないけれども相続しちゃって、まあ、とにかくあの空き家の手入れとかも今の、ね、生活圏がその地元にないからもう手放したいっていう人だったから、まあ、多分狙い目だったんだろうななんて思うけれども、まあ、空き家バンクで物件買うときは、まあ、納税証明書、これは1通200円で、市役所だったり、ね、役場でもらえるんで、これ持ってっちゃってください。その一歩出遅れたものがもう今2ヶ月3ヶ月を引きそうなので、まあ、空き家バンクで物件買おうと思ってる人は、納税証明書をもう内覧の時点で持ってっちゃってです置いてくるっていう機会の方がスムーズです。よほど、あとはその売り主がいつ都合をつけるかによりますんで、だからちょっと苦い経験でしたね今回、先月末の大分遠征はね。だって買うつもりで行ったもん。はい。で、今回のコロナで、コロナが、コロナ、まあ、地方移住に、及ぼすコロナの影響だよね。まあ、コロナの影響じゃなくて、人の価値観を無理くり変えたのがコロナかなっていう感じ。まあ、大分行った時先輩も言ってたんだけど、なんか東京怖いって、地方の人たちは。だから、なんだろう。やっぱり何か有事があれば、真っ先に影響を受けるの東京だから、あんまり、上京してね、あの職歴作って、そんなにその後に、地元に戻るっていうプランはないっぽいね。やっぱりもう地元の人が地元からあまり離れないようなトレンドにはまだなってないのかもしれないけれども、そのトレンドができるくらい価値観をね、変えれるインパクトを残したのがコロナかなって思ってます。なので、で特にあの空き家バンクの内覧の順番がもう全然取れなかったんですね。なので、まあ、そうだね、僕が、行ったのは、広島ももう全部売れてたし、広島の呉、東広島、あとは、なんて読むんだっけ、なんて読むんだかちょっとわからないけども、ほとんど、それなりに利便のいいところは、どい田舎でないにしろ、片田舎はもうバカバカ売れてましたね、もうすでに。まあ大体あと100万円以内の物件はほぼ売れてましたね。なのでそういうところを狙ってはいったんだけれども、まあ、広島がちょっと痛かった。クレの物件がもう売れてたの痛かった。なのでまあ地方移住、まあ地方だから何か、まあ、給料が高いっていうのはあるかもしれないけれども、そんなに給料高いけれども別に家賃と土地価だって高いし、だから物価も高いから、なんだろう、ワーホリの時にと同じような感覚になってきたかな。ノーサンテリトリーとかケアンズとか税率違うんだよね、物価の、消費税も違うし物価が違うから。でも結局のところ手取りっていうのはお金変わらないから、まあ、別に生活水準っていうのはそんな変わらないわけよ。だからその足し算と引き算が、まあ、ようやく日本全国の人できるようになってきたのかなって感じ。まあ僕が住んでた10年前の北海道の最低賃金は667円で、まあ、やってらんねえなっていう時代だったんですけど、まあ、今であればね、リゾバも1000円出るし、まあ、ほとんど賃金も上がってきたので住みやすいなとは思う、住みやすいかなっていう感じにはなってきました。であとは必要経費をどこまで切り詰めるかによって、まあ、地方でも全然高い水準のね、生活っていうのは可能なので、手取りが少ない分支出がなかったりするんで、まあそういうところで人々の価値観が、別になんで東京に行かなくちゃいけないのかっていうところが、あとは東京って言ったら大阪とか名古屋とか人が密集してるところに行かなくちゃいけないのかっていうところの価値観がちょっと崩壊してきたかなっていうのが、今回の空き家バンクの内覧の予約の状況とか、まああとは大分のね、先輩の話を聞いて、ああ来てるんだなみたいな感じで思ってきました。はい、っていうような感じです。で、多分地方移住が加速するような気がしてます。まあ、健全なスプロール現象っていうのかな、そんなのが地方に対してできてくると思います。逆に島内の方がもっとガラガラになってくるかなって感じです。あとはまああれだけ外国人が今リゾート地で、日本のリゾート地いなくなったから、それもそれでチャンスかなっていう感じだね。うん、まあ一旦コロナってリセットになったのかも知れませんっていう、まあ独り言した、まあこれから空き家探しも頑張ります。